お待たせいたしました。それでは舞台は長野市無形文化財となっています大門踊りを大門踊り保存会の皆さんに披露していただきます。ではお願いいたします。皆様こんにちは。大門踊りについて少々ご説明申し上げます。大門踊りは真田十万石の城下松代町の祇園祭礼において催されてまいりました郷土の舞踊でございます。ちなみに松代町の祇園祭礼は江戸時代には非常な賑わいを見せ、全国でも指折りの大祭としてその名を知られておりました。祇園祭礼の当日、松代藩真田家の殿様は町の中心伊勢町にありました藩の役所お施屋の桟敷において藩主の馬術等の余興を見物され、夕刻騎乗の際に松代城大御門の前にの桟敷に着席され、この踊りはその御前で踊りましたので大門踊りというようになったと伝えられております。踊りの起源はあまりつまびらかではありませんが、慶長年間徳川家康の六男松平忠輝公が松代城主だった時、徳川将軍家の男子出生を祝うために催されたものが始まりとされております。その後元和8年真田氏が上田から移票して以来、真田十万石の以来松代領真田十万石の千秋万歳の八坂をことほむとともに五穀豊穣を願う豊年踊りの性質、豊年踊りになりました。踊りには松平忠輝公時代の魚町御崎踊りと真田氏が移封してからの七花鳥踊りの2種類に構成され、踊りの動きや歌詞には今滅びてしまった伊勢踊りの形態が残り、豊年踊りや収穫祝い歌、雨乞い祈願などの性質を持つ珍しい踊りであると故高野辰之文学博士が評価されております。廃藩後は久しく行われておりませんでしたが、大正10年松代城開府300年祭を執行するにあたって復興し、現在に至っております。昭和44年には長野市の無形文化財第1号として指定されております。それでは大門踊りをご覧ください。千代万歳。
変わらぬ釈姉妹がよかろう。
薬師寺にとっては品々ござる。ほーほー、一二長よ二二また柳。ほーほー、三二桜に四二四の木。ほーほー、五二五よ松六つむくの木。ほーほー、七つなしの木八つ山桑。ほーほー、九つ小垣で遠出土地の木。ほーほー、土地の木のとんがり拳で三年三月九十九日かかって。ほーほー、杓子を三本削った。ほーほー、三本の杓子を引っからげて引っちょって。ほーほー、妖怪一へ持ってったら妖怪一の役に取ってまず一本取られた。ほーほー、あと二本引っからげて引っちょって。ほーほー、東海一へ持ってったら東海一の役にとってまた一本取られた。ほーほー、あとの一本山のものも買う買う、里のものも買う買う、我も買う人も買う、ひっつり引っ張り杓子が耳引っかいた。ほーほー、売るにゃ売られず買うにゃ買われず前の川へ投げたれば。ほーほー、杓子が腹たたげてのつそつ流れゆく。ほーほー、杓子前を見さいなと面白い山つばら越えたえ。ほーほー、松原越えたよんやさ、越えたえな。ほーほー、保存会の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。